はい、こんにちは、中地です。本日もシティーズスカイラインのんびりやっていこうかなと思います。冒頭いきなり大規模都市になりました。だいぶ進んできたね。人口は42,000人、そしてお金はプラス収支で回っております。市民の幸福度もまあいいんじゃないかな。だいぶ裕福な家庭が多いみたいですね。前回は向こうの都市部を大きく広げました。で、前回の最後にここの産業特化を進めるというお話をしたんですが、今回は人口もだいぶ揃ってきたし、ちょっとこの辺ね、手つかずで中途半端に町が構成されている最初の町、島だね。ここをね、しっかりと作っておきたいかなーって。そろそろね、パートもだいぶ進んできてるのに、まだまだね、ここがなんか抜け殻のようになっているのは寂しいので、ここを少しね、最初あるもので作っていった街ですが、ここを再開発してもいいんじゃないかなというところまで来ていると思っています。なので今日はね、ちょっと前回最後に言った話と違っちゃうんだけど、こっち側やっていこうかなと思います。この街を再開発していきたいんですが、まずはここメドウストリート、ここね、ちょっとお気に入りなエリアなので、これをどこかに再現したいというのが一つ。っていうか、置いた木ってこんなに大きくなるんだね。こんな大きくなかったよね。そう、このメドウストリート、結構個人的にはお気に入りのエリアなので、これをね、また別なところで再現したいっていうのと、ここの入り口からいっぱいね、車がブンブカ走るんだけど、この辺もうまいこと調整していきたいかなと思ってます。で、せっかくいじるなら、ちょっとビフォーアフターを残しておきたいので、ここフォトモードっていうのがあります。これスクリーンショットを撮れるモード、よくね、 UI を消してこうやって説明することあると思うんですが、これはフォトモードに入って喋ってました。で、このフォトモード面白いのがシネマティックモードというのがあります。例えばですけど、この辺で1個ピンを打ちます。うん。で、例えば6秒、 6S のところに移動して上に上がろうかな。で、視点はこの辺かな。で、やってまたピンを打ちます。で、再生してみましょう。あ、ちょっと待ってね、最初の位置に戻して再生。4秒かけてここの視点に移動したいっていう動きを記憶してくれます。で、これセーブできるんだね、ありがたいね。ここで名前をつけておいたらセーブができると。こういう感じで、なんか円を描くようにね、まあこのぐらいでいいでしょう、この辺りまでみたいな感じで、ちょっと残しておいて、最後にビフォーアフターで動画をお見せできたら面白いのかなと思い、ちょっとこれに挑戦してみなってことでやってみたいと思います。 OK、 適当に今作ってみました。再生、スーン、上に上がって水辺をなぞるようにカメラが動いて、上空の街の雰囲気を大学上空ぐらいまでかな、カメラが移動してくれる、そんな感じのカメラワークを残しておきましょう。これね、セーブもできるので、マチカムとかにしときますね。これでセーブ、これで覚えておいてくれるから、これすごいよね。作る前に一回それで見て
どう変わったかなって自分でまた呼び戻してね、このマチカムをロードしたいです、で再生しますってやったら見れるんだもんね。すごいよねこれ。多分春になっちゃうんで色味は変わっちゃうから今じゃない気するんだけど、まあそれもどう移りゆくか見るのも面白いかもしれないね。 OK、 まずはここの建物を崩しちゃいましょう。で道これもね壊してしまいましょう。駐車場とかも壊すよ、ごめんね。 OK、 そうしたらここでよく渋滞をしてしまうので一方通行のラウンドアバウト合ってるをちょっと作っておこうかしら。OK、 これで丸描けてる、多分大丈夫だよね。うん、 OK、 こんな感じで4車線のラウンドアバウトにつながる道をつなげました。でこの辺の横断歩道は消しておきましょう。真ん中に行くことは徒歩ではないよっていう状態にしておいて、なるべくスムーズな移動ができるようにしておきましょう。街の入り口にラウンドアバウト作って、で結局ねこの丸に2本線通す僕のいつものやり口というか、これしかねレパートリーがない。うん、で毎回ね同じ感じだとつまらないので、いろいろなんかやれることないかな。いつもっていうか、まああそこで試しただけなんだけど、2つ目のね街を作ろうとした時にやったんだけど、歩道をねつけなきゃいけない、いけないこともないんだけど、ここの一周回るところはさ横断歩道をつけたくないんですよ。でも横断歩道なかったらみんなどうやって歩けばいいんだいっていうところで、この舗装路、こういうのを使ってね道を引いてあげようかなと思うんだけど、僕がさよく使うこれ歩道、ちょっと広いやつね、これもね実は上に上がること最近知りました。なのでここにちょっとかぶせた状態で高い位置を通そうかな。でどうやら 7.5 メートル以上あると道路をまたげるようなので、ここのカーブの部分をこうやってちょっと隠すようにこうやって置いてみようかな。 OK、 こんな感じでちょっと陸橋を置いてみました。これで人が左から右へと移動する手段ができましたね。でまたここにサービス車両の歩道をつけて、ちょっと歩道だらけすぎんって感じするんだけど、であとは基本的にこの街はそんなに大きくないので、こういう2車線のね道路で構築していこうかなって思ってます。 OK、 とりあえず街の中心部はこんな感じにしておきましょう。そうしたら今どんどん人がまたいなくなっているので、建物を建てていきましょう。向こうのねディビジョンシティもう定着した？俺だけ？ディビジョンシティって呼んでる、あそこの大都市ね。大都市みたいに大きな建物が建ってほしいとかそういうのはないので、基本的に小さくてもいいから何か建てばいいなーって感じで、ただ真ん中のね大きな通りなので、ちょっとしたねちょっと背の高い商業施設や中密度の住宅っていうのを少し建てていきましょうか。
さあ正面のメインストリート左側、こちら少しだけ道を伸ばしました。こっちもね、いろいろ伸ばしていきましょう。ちょっと混雑している街で再開発しているのに、またそんな細い道をと言われてしまいそうですが、個人的にはこの小さい道好きなので、これで構成していきたいと思います。上の区画から下の区画、ここまで道を引っ張ってきました。でここはね、なんか高架下のオフィスがねめちゃくちゃかっこいいんで、このままにします。これ安心してくださいね、今繋がってないだけですからねこれ見せられて安心してくださいねって、誰が安心すんねんって感じだけど、うん、これで今こっち側少し埋まってきました。 OK、 一旦ここニョキニョキさせておきましょうか。さてこの真ん中にね商業施設立つはずなんですが、今ちょっと生えてこないので次に行きましょうか。いいんじゃない、街の真ん中の見た目としてはなかなかいい感じになったんじゃないでしょうか。で左手もね、小さな集合住宅と中密度の建物が建って可愛い感じになってきました。さあ新メドストリートを構築していきたいんだけど、ここに歩道を1本通せば全部壁際に向いてくれるので、またこの真ん中が庭になると思うんだよね。なのでここは中密度のテラスハウス、これを置いていきましょう。OK、 どうでしょう、立ってくれるかな。いいね、いいよ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 、そう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 、その向きその向き。新メドストリート作らせてくれ、俺に壊しちゃったからさ。はい、どうでしょう、いい感じに立ち並びましたね。うん、かわいいかわいい、いいね、素敵なエリアになりました。戻ってきたよメドストリートが。そしたらここに歩道を以前と同じようにつけてあげましょうか。よいしょ。そしてここアンカーストリートはアンカーストリートではありません。ニューメドーストリート、伸ばしてたっけこれ大事なとこ忘れちゃった。 OK、 こんなんだっけメドーって言ってたっけ、メドウーだっけ。ちょっと前のね動画見て確認しますわ、忘れちゃった。OK、 これでこのテラスハウスのエリア戻すことができました。嬉しい、これ気に入ってたからね、ちょっとこれはどうしても戻したくて作っちゃいました。そしたらまだ全然途中なんですけど、向こうのディビジョンシティとつなぐこの街、この街にも名前つけてやりてえな。めちゃくちゃ再開発ばっかしてるゲームのタイトルとかないかな。向こうはねゲームの名前にちなんでディビジョンってつけたんだけど、こっちはなんかいい名前ないかな。そう、話がそれた、向こうの都市とこっちを地下鉄でつなげるという目論みがあるので、今のうちに地下鉄これアンロックしちゃいましょう。でどのぐらいのサイズ感なのか知らないので、これを
置けるようにしましょう。地下鉄車両基地、あ、車両基地がいるんだ。車両基地はね、でっけえ。この町にはちょっと置けないから、こっちだね。 OK、 そしたら一旦これ置いて、この地下鉄駅どんなもんなのか見たいので置いときましょう。置かないとちょっと見れないので置いちゃいました。そしたらこっち、地下鉄、地下鉄、地上地下鉄駅、地上から地下鉄に入る駅なんだ。おお、結構大きいね。かっこいいけど、この町にはちょっと大きいかな。これはどうだい？あ、これはもう乗り込み口がちっちゃいね。うん、これいいんじゃない？ちょっとギリギリ、ギリギリで置けるように調整して、この辺。OK。これで駅ができました。道がないぞって言われるんで、こっから一本引きましょう。OK。これで駅置けました。で、横に商業施設が立つはずなんで、立ったらなんか見栄えは良くなるんじゃないかな。多分ね。で、この駅の前とかにね、バス停を置いてあげたらちょうどいいんじゃないかな。OK。ちょっとのんびりしてたら真ん中の商業も立ってくれそうだね。オッケーオッケー。そしたら、ちょっとこっち、メドウストリートの前、ちょうど幅がちょうど良さそうなんで、小学校、こっちの方に移設してみようかな。ここね、めちゃくちゃ通いやすいんじゃない？これで小学校が移動完了。高校も動かしておきたいな。さて、メドウストリートを囲うように学校を置いていきましょう。いいね。で、この学校アップグレードででっかいトラック置けるんだけど、ここの町にはあんまりでかいのはいらないかなと思うので、これはやめておきます。さて、学校を置けたんで横に公園を置いてあげて、で、警察署とかも今ある。向こうに一軒あるね。大丈夫か。消防とか。消防がちょっと怖いね。消防と医療。診療所だね。診療所とかを置いてあげましょうか。OK。いい感じ。診療所と公園。そして高校が出てきました。いいね。ここの真ん中の空いてるところは緑で埋めちゃおうかなと思います。
や全然できてないやん、いや全然できてないやん全然できてないやん。どうしよう、思いのほか時間かかっちゃって、ちょっと再開発前半終了はい、誰ですか。比較する動画撮った割に比較するほど作り変えてねえじゃんって思った人、正直に言いなさい。許します。すいません、ちょっとね時間かかるわめちゃくちゃ時間かかっちゃうから、ちょっと今回はここで終わりにしようかなって思ってます。ここのね、始まりの街作り変えたいという話をしました。でこの辺とかね、すごくグラデーション綺麗に作れたなって。ここめっちゃお気に入り、ニューメドウストリートのこのレイヤーの感じめちゃくちゃ良くない？ちっちゃい家、中くらいの家、でっかい家、さらにでっかい家って感じで、めちゃくちゃねかっこいいエリアができたなって思ってるんだけど、そういうのでね一個一個こうこの木植えたりねしてたらめちゃくちゃ時間かかっちゃったんで、今回はちょっとこの辺で終わりにしてもいいかなって思ってます。とりあえずここの街の再開発はまたチクチクやっていきたいと思います。今回は豪語してここの街をやり直すぞって言ったんだけど、ちょっともうちょっとゆっくりやるわ。全然時間が足りませんでした。見積もり甘かったです。なので次同じことしちゃうと面白くないんで、次はねもう本当に前回かな、前回本来やると言っていた産業特区の方を少しいじっていこうかなと思います。こっちの街をいじっている関係で低密度を結構壊してしまったんですよ。で低密度の需要が上がってきているので、こっちはね少し産業特区のエリアを作りながら、もうちょっとね低密度の建物も少し置けたらなぁと思っております。なるべくね大きく栄えるというよりは、なんか都心から離れたね住宅地みたいな感じ、かつこういう特区のエリアを置いていこうかなと思います。そんな感じでしょうか今日はなんか見たのか見てないのかわかんないみたいな動画になっちゃったかも、申し訳ございません。まあのんびり付き合ってください。すいませんでしたなかなかね敵はよくシティーズの動画作れないからね、すごく個人的にもモヤモヤしてるんだけど、難しいね。みんなすごいよね。他の人の動画見てるんだけど、みんなすごいよ。みんな面白く動画作ってて素敵。まあ僕のはちょっとダラダラのんびりでいきますよ。これもね同じこと何回か前に言ってるからね、もうやめます、もうやめまーすじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。全然進みませんでしたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。